メガマン。ローズだけ謎に特別な力を持ってるの。確かにな。まあ、ブランカが電気使えるのと同じぐらいの感じなんだろうな、ニュアンスとしては。まあ、竜も金の力で波動拳打てるしな。知らねえ人いる。1995年って書いてあったよな。俺4歳の時にこんな知らないキャラもういたのいっぱい。その頃のロックマンってまだロックマンとボスとワイリーぐらいしかいないと思ってた。誰これ、名前どこに書いてあるの。メガマン、プロトマン、バス。あ、バスになっちゃったよ、知らねえのに。ステージセレクト。わあ、俺何も操作してません。タラタラタン、タラタタラタタタタラララン。ガッツマン。な、何すんのこれ。おお。待って、この曲、この曲聞いたことある。え、この曲、それこそさ、バトルハブで流れてなかった？で、俺勝手に、これガッツマンの曲だろうとか、めっちゃ適当なこと言ってたのに、本当にガッツマンの曲だった可能性ある。これどうやって避けんだよ、これ難しすぎるだろ。よこ、破片難しいね。あー！フォルテだよ。これがフォルテ？そうなんだ。名前バスって書いてあるけど。あ、これあれか、連続して戦っていくのか。ガッツマンの曲は流れてなかったよ。マジで、でも俺あの曲めっちゃ聞き覚えなんだけど。これガッツマンの曲じゃないの。テレテレテン。知らねえ、ウッドマン。ウッドマンはロボットじゃねえだろ。あー、リーフシールド使ってる。はあはあ、アーマールマージみたいな技使うな。ちょ、え、こいつ戦いにくい。テラゾーの動画で聞いたからかな。そうかもしれない。危ない、こいつ。お、この時も撃てるんだ。この攻撃かわいすぎるだろ。踏まれる。マジで負けそうなんだけども、この実況めちゃくちゃ面白い。それゲームが好きなやつだからでしょ。リーフシールド、え、ユーゴットニューウェポン増えてんのこれ技。あ、そうなの。どうやって使うの。ワリオに通ずるものがある。タラタラタン。あ、こいつ見たことある。クラッシュマン。クラッシュマンは何に出てくるやつ。待って、リーフシールドとかどうやって使うの。お、なるほど。あう、ちょっと待て待て、なんか減ってるぞ。え、あ、ワープした。おい、どうやって戦えた。あい、これワープがステージギミックが強すぎる。これだっけな、クラッシュマンって2なんだ。
ユーゴとニューウェポン、クラッシュボム。あいつ爆弾って感じしなかったけどな、ドリルってだったぞ。お、カットマンじゃないの。カットマンだ。カットマンステージの曲はこれなんだっけ。おっす。はい、うわっ、うげえ。コンティニューできる。かわいそう。蹂躙だろこんなもん。相手不死だったらそれはもう辛いよな。俺もちょっと不死とは戦いたくないもんな。ローリングカッターで、でも俺カットマンの曲全く聞こえなかったんだけど、もっとなんかメロディー分かりやすかった気がするんだけど、ね、誰これ。ヒートマン知らねえ。はい、ちょっとどうやって武器変えたんだっけマジで。ふわー、あ、なんだよ、変身中もダメージ食らうんじゃないか。あう、キャラと曲一致してないね。そういうことか。じゃあさっきのガッツマンの時の曲は誰の曲な、誰ステージの曲なの。ドゥン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 、アトミックファイヤー。これソニック3のフレームバリアみたいな感じなんだよ。アイスマンだ。これこれゲーム開始の リバサ波動打てないんだけど、アイスマンなのに雨使うじゃねえか。スノーマンじゃねえか、どっちかというと。アンダーテールの要素がある。アンダーテールの要素がある。難しい。俺にはアンダーテールがクリアできないことがこの実況でよくわかる。背景のステージに準拠してる曲っぽい。あ、そうなんだ。アイススラッシャー。お、出た、イエローデビル。おい、うえー、間に合わない。うっ、はい、おお、いや俺それその攻撃嫌い。あう、あお、早かった。その攻撃好き、それだけやってくれ。
誰やねん。あ、いてやっぱ百貫落としは強えな。あー、なんで止まんのかよ。こ止まるの超強えんだけど。しかも明らかに俺の場所をサーチして止まってきやがる。うわ、ちょっと待って、これめっちゃ強いこいつ。あ、今キャラ変えられたな。このエルフォルテだけじゃなくてもいいんだけど。あ、なんだよ、ボディも効くじゃん。俺ワイリーしか効かないと思ってた。これめっちゃ強い。これ余計だね。俺飛び越えればいいのか普通に。だからあいつが画面の中央に来たらこれだいぶ罪だな。これこの状態避けんの激ムズ。避けられた。え、違う。いや、ほい、な、なに変形した。うわ、ずるい。それこれ上に向けて打てないの。これうわ、ずるいずるいずるい。うわ、うざ。オッケー。英語なのかな。 No! My laboratory boss! あ、はや。 No! You know that I am strongest. The strongest, huh?You've been better than the Mega Man before. I understand. Stamming team. Yeah, right. You can battle with Mega Man all you want. The robot that I'm making right now will. Huh. All you make just junk. Do what you want. Wait, wait, boss.Don't leave me here. だフォルテが最強だってことを証明したぞ。何を言っとる。お前は昔ロックマンに負けとるじゃないかみたいな話だったな。わしを置いてくなみたいな。どうせこれフォルテ最強キャラなんだろ。はい、ちょっとやりたくなったからプロットマンでもやってみるわ。ブルースだっけこいつ。日本名何これ。なんでこれ、どういうこと。チャプコースセレクトって。あ、これワンツーのステージだけってことか。そういうことか。ツースリーとセブン、そういうのもあんのか。これキャラ一緒ってことか。ちょっと待って。え、じゃあもう一回メニュー戻って俺別のキャラ入れたい。テルレーンテンテレテンテルレーンテンテンテルレレーンテンテン。あ、それが強い。マジで これ超強い。え、ちょ待って、キャラの違い全く分かんないんだけど。あのスライディングがのスタイル違うだけ。スーパーアーム。
タラタラタン、タラタタラタン、タタタラタン。リバーサ波動。うう。ダッシュしてるとき縦構えてる。マジで。そういうこと？それ超強えな。画面外勝利。コンボしすぎて画面から飛んではみ出てったみたいな昔の格ゲー。昔のさマブカップとかさがコンボしすぎるとさ天井の上行っちゃうときあるよね。この曲シャドーマンステージか。そうなんだ。あ、踏まれたいんで。あう。あれさっきより強くね。あいやあいや、しばらく。ちょっと待って、別のステージやりたいんだけど。ちょっと待って、ごめん。ちょ、一回やっていい？これ楽しくなっちゃった。気楽だし。クレジット9。メガマン3から6。またアイスみたいなステージあるの。え、ジェミニーマン。このさ、タララッタッタッタッっていうのは、これブルースのテーマじゃない？何こいつ、超強いんですけど。最強の双子か？おっと、最強の双子すぎる。うわー、その跳ね返りビームきついな。何がもらえるのよこれ。ジェミニーレーザー。あ、レーザーの方か。ブルースが登場するときの口笛。そうだよね、なんか聞こえあったまで。なんだこのシルエットは。ダストマン、知らないな。ダストっつうかジャンクじゃねえかよ。うわーきつ。またこの曲なの。うおー、あれシールドで突破できなかった。ダストクラッシャー。ダストクラッシャー、そんな名前ついてそうな技使ってたか。なんじゃこいつは。ジャイロマン。まあそうだよな。え、横スクロールなんだけどこいつだけ。攻撃チャンス少な。まあ、弱すぎない？そんなわけないよね。これからだよね。待って、きつい。ジェミニマンは確かワンパンマン描いてる村田氏が描いたデザインが採用されたんだった気がする。へえ。ジャイロアタック。タラタラタンタラタ。マグネットマン。タタタララン。
ちょ、ステージの工夫すごいな。ふっ。うわぁ。いや、踏まないで。おーっと、何ですか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 、何どういうことどういうこと、なんであいつがワープすんの。そう、これならわかるよ。なんでさっきあいつワープしたの。むず、しかも反射するじゃないか。あいや、こいつ今までで一番強い。いで、これ何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 ガチ強いじゃんこいつ。マグネットマンいいな。ちょっと待って、ステージさっきと一緒じゃねこれ。さっき見たぞこの絵。マグネットミッソー、変なシルエット、プラネットマン、プラントマンか。プラネットマンは筋肉マンだった。こいつだけなんで帽子ついてんだよ。てゃーてゃー、はこれシールドの意味ねえんだけど。これシールドであれ消せんじゃないの。あいや、なに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 、ちょっと待って、武器変えたい。ちょ、俺さっき武器どうやって変えた、マジで。あいや、え、あ、負けた、ミリで負けた。タララタタタ、武器の変え方が分かんない。プラントマンだけボイスあるのめっちゃ面白いって言ってた。プラネットバリア、お、なんだかっこよさそうじゃないか。見たことあるこいつ、ナパームマン、でかい、かっこいい。うわー、かっこいい。俺足ローラーとかめっちゃ好きなんだよな。ちょ、こいつ粘着性えぐい。何がナパームなの。ナパームだ。うわ、ナパームだ、かっこいい。こいつコンセプトめっちゃ好きだな俺。うわー、いて、なんで食らったの。爆破してんのか。あ、いや、踏まれた。行かないで。ナパンボムシンプルに武器だな。これボスも違うんかな。イエローデビル結構好きだったけどな。イエローデビルじゃねえか。な、なにね、バグ、はい、え、さっきと違う技だ。あ、いやいや、イエローデビルらしい攻撃してきた。これあの上で待機してる人じゃない、何、これ強い、これ強い。交代？何何何？ああ、攻撃パターンが違うんか。え、これ無理だろ。たまに不可能なパターンで打ってくるの超強いんだけど。
はい。ウィンって文字出るの一瞬過ぎない。イエローデビルじゃねえか。でもパターン変えてきた。俺ロックマンのキャラでイエローデビルが一番好きかもしれん。うわー一緒だ。あれさっきとパターンが違う。さっきとデコピンと違ってパンチしてこねえぞ。じゃなくてパンチしてきたぞ。やばい。うわ何やっぱパターン違うんだ。なんで弾かれるんだそこで。おっとおこれは一緒か。あははこれうざいんだけど。これうざ。これスイッチングデバイスえぐいだろこいつ。マルチプレクサーかよ。あやばい時間切れだ。どういうこと。逃げられた。エンディング分岐しそうだなこれ。Prodman, who is he? Prodman, Dr. Light's first ever built robot just... He appears before Mega Man from time to... He is friend or foe? Where is he off to? Nobody knows. 早すぎるだろ、文字が。外国人でも読めねえよ。アメリカ人でも。あるあるだよね、こういうエンディングの文字早すぎて読めないってやつ。90年代っぽいわ。この後はロックマンやってみるか。で、メガマン7で。7だけ独立してんのな。またアイスみたいなステージにしちゃったよ。てかこの絵一緒じゃねえ。ずっと破壊し？フリーズマンだった。はい、この曲初めて聞いた。はあ、ちょこれガフだろこれ。待って、俺の知らない防御テクなんかあるこれ。これ後半になるほどボス強くなってんのかな。セブンのグラフィック流用してるからね。そうなんだ。打達師クラウドマンだった。浮いてる。あれあれジャンプできない。あ、間違えた、ボタン間違えた。あ、これ強い。強風がすごいのよ。わかんないと思うけど。あ、待って、スライディング短い。ブルースの方が使いやすい。これ超強い。あ、そう、上行きすぎない。うごーん。上。待ってマジでさ、武器どうやって買えんのこれ。あ、忘れてた。いや違くて、
説明書みたいになかった。待って、誰マン、ワイルドマンみたいなやつ来た。アニマル格闘パンサーみたいな。待って、格闘パンサー超強いんだけど。バルログ、バルログブランカ。ヒョウヒョウ。フラッシュマン、こいつフラッシュマンって言うんだ。ブランカマンじゃないんだ。ブラログじゃないんだ、ブラログ。スラッシュマン。スラッシュクロー、いや、スラッシュクローめっちゃ使いたいよ。かっこよさそうなスタイルじゃないか。え？ジャンクマン？あれさっきのやつなんだっけ？ダストマンか。ジャンクマンはジャンクマンでいるのね。確かにこいつはジャンクマンなデザインだな。うっ！ロックマンのボイス超子供みたいなんだけど。な、全部弾かれるよ。なんで？あ、変えられた。あ、カラーが変わった。X ボタンだな。ロックマンだけボイスついてる。あって言ってた。この色は確かにメガマンだな。メガマンってこの色じゃんね。ジャンクシールド。シールド？デビルマンだろこれ。シェイドマンだった。デビルマンだろこいつ。紳士的なやつなんだ。何それ、何それ。うわー、催眠音波みたいなの来た。うっ、お、すごい。レッドアリーマンみたいな攻撃してきた。さすがカプコンだ。あれ反射すんのか、そういうことか。いえ、なんだよあれ、レッドアリーマーじゃねえかよ。これどうすんの、これジャンプすればいいのか。うっ、完全にゴリ押しだよな。何もうまくないよな。クラッシュノイズ。お、またかっこよさそうな。ターボマン。筋肉マンにターボメンってやついたな。ターボってそういうターボか。はっ、炎上ダメージいく。あー、引き寄せもあんのかよ、強っ。ちょ待って、これどうすんのこれ。あ、スライディングの方が早いんだ。これファイ、これえぐい、これえぐい、これガチでえぐい。メンタも飛び出てた。
バーニングホイール。今回はどんなイエローデビルなんだろう。どうせイエローデビルとあいつなことは変わんねえんだろう。ワイリー倒…ちげえのかよ、誰なんだよこいつ。セブンにはイエローデビルは出てないってことか。あう、なんかあのドンキーコング3の雲のボスアーリックみたいなガム飛ばしてくる。あ、こいつアーリックだろ。いた、いや、うう、なんか手下出してきたじゃん。ちょ待って待って、キース行く、キース、キース邪魔。アーリックが吐き出す様じゃん、本当だよ。デレンデダダンダラダンダラダンダデレンデダダンダラダンダダダドゥ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 ンドゥンドゥンドゥ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 ンドゥ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 ンドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥ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 ンドゥンドゥ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 ンドゥドゥンドゥダダンダルドゥ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 ン。背景がさっきと違う。あ、最初と一緒のパターンだ。ロックマンスライディングがしょぼい。他の二人の方がスライディング圧倒的に性能がいいな。ジオングに完全に影響されてそうなデザイン。やばい、これ近すぎるよこれ。あはあ、これずるくれ、これ完全不可避なんだが。この状況になったら俺が悪いってか。そうかもしれない。ここに来て急に弾変え出す。これ当たる、これ当たる、当たるけど弱いよ。勝った、ま、持ってくれ、わしが悪かった。勘弁してくれ。お、ラッシュ。誰だっけこいつ。 Welcome back, Mega Man. Go to see you made it. グラッドか。 Yeah, but Dr. Wily got away again. Mega Man, I'm glad you come back in one piece. Even so, if things don't change. It's just like you said, but this time you...早すぎ、読めないって。 Yeah, hello, like me light? Well, not quite. What exactly do we robots need? Like humans, the robot has to... Robots are not supposed to hurt, but we need to research more on AI program. When will be there be what? That will be up to us. Okay, I'll fight for everyone's future.
タラララララッタン、タラララッタッタン。いやー満喫した、50分満喫した。タラララッタン、タラララッタッタン。この曲は何の曲なの？神ゲーだった。これ面白かったね。なかなか好きなゲームだったよ。なんでフォルテがバスなのか知らんけど。プロトマン、メガマン。2のタイトルの BGM、早いそうなんだ。